この項目では CSDP ミッションにおいて EU の共通安全保障防衛政策を実施する欧州連合の防衛戦力について解説する EU の多国籍軍には政府間で設立され欧州連合条約第42条第3項を通じて CSDP が利用できるようになった欧州合同軍などの多国籍軍と EU レベルで設立された欧州連合戦闘軍の2種類がある。EU の軍事作戦は通常、作戦が地上で行われるか海上で行われるかに応じて EU 軍または EU 海軍という接頭語をつけて命名される。設備語は通常、作戦が行われた地域で、例えば欧州海軍地中海部隊となる。がって、 作戦には固有の名前がついているが、部隊は欧州合同軍のような工場的な多国籍部隊で構成されることもある。2010年の演習での北欧戦闘グループのアイルランド陸軍要員ヘルシンキヘッドラインゴールカタログは欧州連合が管理する6万人の部隊からなる即応部隊のリストであるが、部隊を提供する国の管理下にある。 EU レベルで導入された部隊は以下の通り、兵員と装備は主導国のもとに欧州連合加盟国から集められる。2004年国際連合のコフィー・アナン事務総長はこの計画を歓迎し、国連がトラブルに対処する上での戦闘団の価値と重要性を強調した。2013年フランスのストラスブールで行われた。 指揮官交代式での欧州軍団の人員このセクションでは欧州連合加盟国の一部の国で政府間に設立された軍や組織の不完全なリストを示している。これらの多国籍組織は NATO の環境下で EU を通じて参加国の委任に基づいてあるいは国連や欧州安全保障協力機構などの他の国際機関の委任に基づいて展開されることもある。 欧州海洋部隊は、海、空、水陸両用の作戦を行うことができる非常設の軍事力で、発動時間は命令を受けてから5日後である。1995年に結成され、ペテルスベルグ宣言で定められた、政界権、人道的任務、平和維持活動、危機対応活動、平和執行などの任務を遂行している。 国統合遠征軍は英物の軍事力である。イギリス軍とフランス軍の両方を活用して陸、空、海の各部門と指揮統制、支援ロジスティクスを備えた展開可能な部隊を編成している。同様の名称の英国統合遠征軍とは別物である。合同遠征軍は展開可能な英物合同軍として構想されており、強度の高い戦闘作戦を含む 広範囲の危機シナリオに使用される。合同軍として、三つの軍が参加している。すなわち、国の旅団レベルの編成からなる、陸上部門、海、空部門とそれらに関連する司令部、そして、広報支援、サポート機能である。給付は、常備軍ではなく、英仏に国間、NATO、欧州連合、国連などの作戦に随時対応できるように、設計されている。 2011年には完全な能力開発に向けて空と陸の合同演習を開始した。また、給付は軍事ドクトリン、訓練、装備の要件における相互運用性と一貫性の向上に向けた潜在的な刺激となると考えられている。欧州連合はアメリカ合衆国やカナダを含む北大西洋条約機構のような軍事同盟そのものでは、 ないが、欧州統合の進展に伴い、軍事や安全保障についても協力、統合を進化させてきた。古くは1950年代に提唱された欧州防衛共同体構想が知られている。これは、欧州各国の統合軍を作る試みであり、数カ国で調印されたが、フランスの反対により、発行には至らなかった。東西冷戦期においては、 西欧諸国の多くが NATO に加盟しており、これにより集団安全保障を築いていた。冷戦終結後、EU と NATO は共に旧東欧社会主義諸国と旧ソ連バルト三国に加盟国を広げたが、NATO 非加盟の EU 加盟国も複数ある。EU の軍事機能拡大や NATO との協力は、こうした非 NATO 諸国もカバーしている。 1992年のマーストリヒト条約及び1999年のアムステルダム条約によって EU の共通外交、安全保障政策が策定、明確化された。1999年に開かれた欧州理事会において政策に合致し EU 独自で運用できる軍の整備を目指すヘルシンキ目標が採択された。 ヘルシンキ目標では、欧州連合が軍が実施すべきとした、ベータアスベルクタスクを円滑に派遣、遂行できる、戦力整備を行うこととなっている。このほか、西欧同盟についても、EU との統合、一体化の動きが進められた。それにより欧州連合部隊が設立され、NATO の組織的支援の下で2003年3月より、マケドニア旧ユーゴスラビア欧州連合部隊、 コンコルディアを展開した。2004年12月からは平和安定化部隊の後継として欧州連合部隊アルテアがボスニア・ヘルツェゴビナに派遣されている。アフリカなどの欧州域外へも平和維持目的での部隊派遣を行っている。ソマリア沖の海賊対策のために実施されているアタランタ作戦がその代表例である。欧州でのテロ事件や 難民流入の深刻化に対応するため2016年10月、欧州対外国境管理協力機関を改編、強化して欧州国境沿岸警備機関を発足させた、加盟各国が提供した警備艇やヘリコプターを使用。約1500人にいる要員のうち900人は、中東から欧州へ向かう難民が通過を試みる、ギリシャやエウゲ海で活動している。2017年末には、 EU 加盟国の兵器の共同開発などを支援する欧州防衛基金を創設した。2017年10月には EU は NATO の協力を得て研究拠点欧州ハイブリッド脅威対策センターをフィンランドの首都ヘルシンキに設置した。ロシア連邦やイスラム過激派が展開しているインターネットによる世論工作などを武力攻撃と組み合わせるハイブリッド脅威に対応する。 2017年11月13日には EU 加盟国の大半である23カ国が構造的構造防衛協力に署名した。これはヨーロッパに対するロシア連邦の脅威増大、イギリスの欧州連合離脱、欧米関係の不透明さなどに対応して欧州が防衛協力を強化する取り組みである。ありがとうございます。